じゃあ先に戻るわ。うん。帰ろうね。なんだ？家着いた。完璧な一日ではないが。なんか家の周り遠くない？あれ？火事だ！なんで？なんでひどい事故？あの家の人はもっと注意払うべきだ。あ、自分じゃないのね。おう。うん。ああ！オレンジじゃん！うわ！すいません、あまり大声出さないでください。俺の家が燃えてる！家が燃えてる燃えてる！俺の家って、あそこの住人ですか？そうです、どうなってんですか？火事の原因まだ不明だが、もう火はもう抑えました。めっちゃ出てるよ！出てますけど？死傷者もいません、だって自分家だもん。しかし、君の家は、ほぼ燃え尽きてますね。マジかよ！俺の PC の中の秘蔵映像が台無しじゃん！幸い君は安全じゃないか。あんまり落ち込まないでください。いや、とんでもないよ、これ。この家じゃ入れない。他の場所を探してください。火事の原因が分かったらまた連絡します。お名前と連絡先を教えてください。単なる事故であれば、それ以上調査はいらないと思います。はい。今夜はゆっくり休んで、元気出してください。では。そんな軽い感じ？なんてこった。漏電とかじゃないよな。そう、原因なんだろうね。なんかあったか？まあいいや、よくないけど。今夜泊まれるとこ探さないと。ボボに電話かけてみよう。誰ボボって？もしもし、リフト何？ボボ、俺の家が燃え尽きたよ。今夜泊まらせてくれないか？うわ、ヒット、来ていいよ。よかった、ありがとう。ソファーで寝てもいいか？なんかすいませんね。もう何でもいい、もう十分ありがたい。おう、じゃあ家で待ってる。よし、俺すぐ着くんで、もう一度ありがとうな。うん、ボボっていいやつだな。さすが親友、親友なのね。早く行こっか、もう夜だしな。ひでえな。ボボの家に行くのも久しぶりだ。前回はもう何年前だろう。何この不穏なミュージック。うん。あれ？階段に明かりついてないぞ。なんか暗くて不気味。ライト壊れてんのかな？なんだ？なんかあんのか？あ、ボボ。デュフト久しぶり。怪我はしてないか？家、怪我者の家です。家です。うん。かわいそうに。幸いまだ生きてるじゃん。まあ、今夜はお邪魔させていただきますよ。ソファーだけなんですいませんね。もう十分ありがたいよ。あ、お茶入れるの忘れてた。ちょっと待って。うん。なんだ？この雰囲気は。何が起こるんだ？なんか変だ。なぜか家の中も明かりがついてない。何？ボボ？ボボ？暗すぎる。はいはい。ごめんね。なんかライトが全部、あ、壊れてたんだ。ああ、マンション全体が壊れてる感じ？あ、そっか。変だと思った。はい、お茶どうぞ。大丈夫か？このお茶大丈夫か？うわー、美味しい。これ何茶？それはめっちゃと呼ばれます。めっちゃ？めっちゃいいお茶だな。さて、俺もう寝るわ。明日面接があるんでね。それでは、まあ休んでね。うん。おやすみ。俺も寝ようかな。リュフターはソファーに横たわりました。ん？なんだこのマーク。あー、全然眠れないんだけど。ちょっと探索してみよう。探索するの？ちょっと一旦、どうしようかな。ガチャガチャ？コンを入れると一回回せます。これいけんじゃん。やってみる？やってみるかな。他には？CD プレイヤー。うん。そんだけか。あ、これかけれんじゃん。買ったやつ。もしくは、これは普通のランプ。キュビズムな絵。ほう。何を表現してるか全然わからない。いいですね、キュビズム。あの、ピカソのゲルニカとかね。あれもキュビズムだよね。なんか、顔がめちゃくちゃでさ、絵が下手じゃんって普通の人は思うんだけど、そうじゃなくて、あれは人間の顔をいろんな角度から見たのをつなぎ合わせる絵なの。だから、まあ、絵が下手に見えるんだけども、それは一個のモチーフも多角的に見るっていう、そういう抽象表現なの。だから、絵が下手なわけじゃないんですよ、というね。普通で普通の電動、特に紹介する必要はない。テレビは見れない。あ、ある。姿テレビなら上に乗れないな。そしてこれはエアコンね。で、これはソファー。うん。今夜公園寝る。そして、魚。ボボのセンスが変だ。
水槽の中にこんな美味しそうな魚飼ってるんだ。これなんかできるのかな、写真撮るとかはない。まあいいか、なんもないか。モバイルバッテリーをぶち込むというサイコパスなことをしたするんだ。え、マジで、うわごめん、うわ俺がサイコパスだ、ごめん。うわ魚がいい匂いがする。試してみよう、おいしい。眠気が10増えました。え、あそうやって眠気を増やすんだここで。うわうわ何そのゲーム性すっげえ。で靴は普通の靴履いてみた。いいね。何がこっちはいけんのか。いける。うー、何怖い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 、何、怖いよこの家。お風呂、他の男の家でシャワーを浴びない方がいい。なんでボブが急に入ってくるのが怖くて。ん、なんでカーペットだけ綺麗。ほう、トイレは寝る前にトイレに行こう。うわー汚い、もうしたくない。え、あ先にトイレ洗うのか。洗って、いや汚ねえなー、いいやめろやめろ、見せるな。はいこれで、はいオッケー、すっきりした。眠気が40増えた。暗すぎて俺の男前顔がよく見えない。手を洗う意味ないか。戻る。まあ、こうやって眠気を増やしていくのか。うわやだ、なんだこれ、ゴミ多くない、くっさ。ダンボール、別の種類の匂いがします。全く触りたくない。でダン、これ冷蔵庫やばくない。あスイカかよ、なんだなんだ、ならよかった、腐ったのかよ。なんかアイテムあんのかな。下は、あなんかある。なんで冷蔵庫にフロッピーディスク。ドクター中松さんが作ったやつね。あーボボは明日、ん、彼が明日就職の面接受けるって言ってたね。多分幸運のために冷蔵庫に履歴書を入れたとか、え、そういうおまじないがあんの。そっか、つまりこのフロッピーディスクにはボボの履歴書が入ってるってことね。友達のおまじない取っちゃっていいの。これはエシャロット。ほう、そしてあお弁当だ、やったありがとうボボ、もらっちゃおう勝手に。レンジ、え、チンすんのかな、もしかしてこれを、まあ、食べたら眠気が上がるとかって感じかな。その前にいろいろ見たいんだよね。何の肉入ってる、うえー汚い汚い汚い。じゃあ一回戻ります。でこれまず CT やろうかな。 CT、 はい、あれできない、あできないの、あ違う、これ写真集だ。誰、とってもセクシーな写真集、あんまり見ない方がいい、ホモになりそう。あーなんだ、じゃあこれはどうでもいいや。ガチャガチャをやるか。これで入れる。そしたら中には、開けてみよう。あまた意味な、もう一枚、じゃあもう一回すると、メモ、どれどれ、毎度ありって、おい金返せ、眠気が15減っちゃった、うわもったいな。このコインもなんかもっと使いようあったのかな、もったいないことしたな。じゃあいいや。じゃあお弁当食べるか。多分これだよね。これを。うん。こうする。加熱しますか?はい。あったかいご飯は何でも美味しい。うわ、いい匂い。すげえシンプルな弁当。いただきます!美味しい !10 増えた。いや、でもだいぶ減らされたな。どうしよう。あとは眠気を増やすためには、こっちの部屋行くか。結構あるな、ロックされてる。これは、ここに空白のキャンバスがあります。何か書きますか。書いていいの。
書こう。え、書けんの、何でも、え、書いていいの？え、何これいきなり。嬉しいけど。どうしようかな。じゃあ、とりあえず、挨拶代わりの、おちんちんボーイを書いとくか。はい。うん。うん、いいね。いや、ガールちゃんにするか。ガールちゃん。よし。まあ、こんなもんでいいかな？うん。矛盾の存在、おちんちんガールちゃんで。はい。終わった。おー、いい感じ！対策完成！これ喜んでくれるでしょ？絶対気に入ってくれると思う。MK が40増えた！いいんじゃない？すごいな、これ。しっかり、こうね、パースに合ってるじゃん。そして。あ、寝てる。なんだこのフィギュア。うわ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 。なんちゅう趣味や。え？触れた。うわー、これだ！やっちゃった。やっちゃったよ。あー、やっちゃった。あー、やっちゃう。あー、全部やっちゃう。もう止まんない。あ、止まんない。ごめんね。はい、ごめんね。はい、終わった。はい、もうボボとの友情関係終わった。はい、終わった。はい、終わり。おー、暴れちゃった。めっちゃいい感じだったぜ。40増えた。あ、気に抜かんできた。もう寝ないと。あ、で、強制的に寝ちゃうんだ。よし、ソファーちゃんよ。俺来たぜ。寝た。やばい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 。リュフター。起きろ、リュフター。目を覚ませ、リュフター。ああ、おはよう、ボボ。おはよう。俺今日面接があるんで、もう出かけないと。え、気づいたんやろ？あのフィギュア真っ先に気づくと思うんだけど。あ、じゃあ俺も起用。ごめん。寝坊させないよ。あ、俺の方こそごめん。眠い。そうだ、これ返す。うん。なんで持ってるの？俺の履歴書が入ってるよ。いや、拾っただけ。さて、じゃあ出かけましょうか。俺見せたるから付き合えないが。オッケー、じゃあ俺もどっか行く。うん。え？いいの？じゃあ俺あっち行くからまたね。おー、泊まらせてくれてありがとう。またね。ボボはすぐ立ち去った。多分俺の顔見たくないな。今夜ホームレスにならないように寝る場所を見つけないといけない。ほうほう。はあ、全てが失って逆にリラックスした。あれあれ、あ、俺のもの全部ボボの家に忘れてた。マジ、あ、持ってくの忘れてた。ボボが戻るまで待つしかない。だけど今日はデートでしょ。どうなっちゃうのこれ。はい、オードワン。お、来た。へい、ここだよ。おはよう。そんな朝早くにタバコ吸う。朝早く、ん？タバコ吸う人は別に朝から吸うだろ。うちの朝ごはんです。タバコはご飯じゃない。それ健康に良くないよ。まあそんなん分かってんだよ。まだ未成年、未成年だとしたらやばいし、お前もそんなことデート行くのもやばいぞ。刚好成人呢。成人だよね。うん、ならよかったね。うん、怪しいな。ちっちゃいもんな。なんか言った？いや、何も。あら、腹減ってる。メッセ上山れ。まだ何も食べてないでしょ。はい、あげる。え、何くれんの？タバコ？違う。持ってんじゃないか、ご飯。あ、ありがとう。てか、めっちゃいい子じゃん。夜飯夜食は？会場中に排隊か？うん。歩きながら食べましょう。向こうについてもまだ並ぶ必要があるから。うん。どこに？コミックショー昨日行ったやん。あ、そうそうそう。そう、コミックショーデート行くんですよ。うわ、人多。はいや、まあ、コミケみたいなもんでしょ、うん、そう、はぐれすぎからお前の電話番号、そう、交換できちゃうよ。お、俺、あ、そうだ、ボボンチン全部忘れたんだよ。持ってくの忘れた。バッカやないの。携帯なしで外出する人おる。なんでこの関西弁なんだろうね。うん、ごめん、こんなアホな人初めてやわ。じゃあどうすればいいんだ。どうする、普通に入る。彼女の手を握ってから入る。攻めるな、攻めるね。そうしよっか。じゃあこうすればいいんだよ。手をつないで入ってもいいか。なんやって、せやかってリュックだ。そうすれば俺たちは離れないよな。気持ち悪いぞリュックだ。ちょっと気持ち悪いぞ。なんやって。
え、なんでさ、本当にこの子だけさ、声優さんついてんだろう。うん、え、他の方法思いつかなかった。レッチンタンカーは？わざとやろう。違う、俺、勝手なこと言ってすみません。もう、デュフタが強気なのか弱気なのかわからんな。あ、なんやって、なんやって、お前、レモマン、俺、レジュンコムギャ、いや、その名前知らねえ。あ、自己紹介するの忘れた。俺の名前はデュフタだ。デュフタごめん、おらんてや、ダサいよね。なに、そんなこと言って、お前の名前なんだ。我叫顧行條爺、請多多指教。タッスルン、タッスルンだ、よろしく。はい、いい名前だね。まあ、これ中国の方の名前だもんね。どうだ、我哋入到會場啦。タッスルン、同人誌、同人誌、同詩人。うわ、やっと入ったわ。転換していいよ、もう大丈夫と思う。すごいな。もう緊張してというか、力入ったんだろうね。手が痛む。初めて女の子の手をつないだ。忘れられないよ。でもすごい急接近じゃん、すごいじゃん。おう、メイド、こんにちは、コミックショーの会場へようこそ。あなたは誰？私はこのスタッフです。何か質問があれば私に聞いてください。おお、ありがとう。そうそう、これあげます。お、週刊ゲーム、まあ雑誌か。うん、無料配布の週刊ゲームです。楽しんでね。週刊ゲーム、中身見よう。キオの人間冒険を開発した会社は倒産の危機に直面している。もうこのゲームの会社でしょ。それでも新しいゲームの開発を努力している。今の状況を変えたい。しかし社員の給料が低いので、ご飯を食べるお金もない。これさ、プレイヤーに何が言いたいの。これはやばかったな。だからお願いねって感じがする。お、この赤いのなんだ、なんだこれ。あ、それは G コア、とあるゲーム関連のウェブサイトや。ほう、ちなみに G コアにアナウンスセンターがあって、もし離れたらあれ使うこともできるわ。ん？ん？これなんだ、なんだこれ。あー、誰かここにゆっかり忘れてきたんやないかな。開けてみて。なに、うわうわ、なにこれ。あ、金、これ、金か。なんでここにそんなにお金が入ってるケースがおる？ある？俺も知らないが、持ち主本人は焦っているだろう。そりゃそうだ。アナウンスに聞いてみよう。うん、オッケー、偉いじゃん。盗んでいこうって発想にならないね、素晴らしい。なんだこれ、企画？なんだ、こんにちは、G コア、ようこそ。ハーディーさん、俺はハーディーです。何かお役に立てることありますか？どうも、さっき俺たちは現金がたくさん入ったケースを拾いました。誰かがうっかり落としてしまったんだろう。アナウンスを使って所有者を見つけることはできるかな。おお、今時君みたいないい人はもうめったにいない。俺に任せて。おお、ありがとう。ありがとう。どういたしまして。マイクオン。おお、お客様に落とし物のお知らせをいたします。大量の現金が入ったケースが届いていますって言ったら、みんな来るぞ。みんな来るぞ。大量の現金が入ったケースが届いています。バカバカバカ、みんな来る。何回言うんだよ。お心当たりのある方は至急 G コア放送席までお越しください。来るぞ来るぞ、すぐに落とし主が受け取りに来るでしょ。ハーディさん、ありがとう。あれ、誰か来た。なんだこいつ。こんにちは、落とし物を受け取りに来ました。あ、こんにちは、あなたが落とし主だよね。はい、俺が落とし主です。絶対違うよ。はい、これ、今度はもっと気をつけてね。え、いいの、いいの。ありがとうございます。では。いいことした、気分最高だわ。でもなんかちょっと変な感じやわ。俺も変な感じだった。俺は変な感じはしなかったけどね。あ、来たよ男、なんだその顔。こんにちは、俺は落とし物を受け取りに来ました。お、落とし物？さっきアナウンスで言ってたケースです。え、何？嘘つくな。さっきもう来てもらったぞ。持って帰ったよ。
な、何？俺が本当の持ち主です。嘘だ、金目当てだろ。なんでそう言えるんだよ、お前も。それは本当に俺のものです。グレーのスーツケースで茶色のハンドル付き、合ってますよね。あ、じゃあこいつじゃないの。本当に他人にあげたの？すいません、気づかなかった。まあでも別にリフターが謝ることじゃないけどね。どうやらこの方こそが本当の落とし主ですな。変だと思ったわ。でも大丈夫、あの人の顔覚えてる。ていうかあの服でもう分かるよ。すぐ一緒に探そう。俺が悪かった。そうするしかない。私はリフター、こっちは俺の友達タッスルンだ。よろしく、うちも一緒に探しに行くわ。ごめんな。ありがとう。うん、俺はハンスです。ハンスだけなんかイングリッシュ表記。行こう、犯人はまだ会場にいるはずだ。問題ない問題ない、間違いないじゃないか。犯人がどこにいるか分からない。そうだよね、あそこにたくさんの人がいるな。見てみよう。スペシャルゲストはパフォーマンスするためのステージだそう。ほう、見に行こう。スペシャルゲスト、うわーめっちゃ混んでる。きっとこれから素晴らしいパフォーマンスがあるからやない。うわーワクワク、ここで見てみましょう。いやいやいや、探せよ、あいつ探せよ。司会者の顔どういうこと。どうもコミックショーのステージにようこそ。これからいろんな素敵なパフォーマンスがあります。皆さん離れないでくださいよ。うわー見たいよ、いい感じ見たい。そりゃそんな顔するわ。ケースを見つけてくれるんじゃないの。あ、一緒に見ましょうよ。どうせケースはもう見つからないと思う。お前最低。最低だよデュフター、それは一理あんのかよ。お前も諦めんな。まずは人気コーナー、コスプレショーです。ステージを出演者たちに任せましょうっていう、なんか言い方変だな。まあいいか。うん。もうこんなクラウドは嫌だな。ね、うん、なんて素晴らしいコスプレだ。すごい、二次元から飛べてきたようだ。それはファットファンタジー7の主人公じゃないですか。完成高い。まあファットファンタジー7だもんね。うん。大丈夫かよ。原作そっくりだ。わお、すごい。みんなコスプレショー楽しんでたかな。これからが本番よ。日本から来た、あ、山下智博さんはポールダンスを披露。なんかあったよね、写真集持ってたな。はい、大きな拍手。わー、コミックショーでポールダンスかよ。楽しみだねハンス。うん、そりゃそんな顔になるよね。うん、そりゃ楽しみないよね。うん、そりゃ楽しみないよね。おー出た。 Ladies and gentlemen、I am 山下智博。皆さんにポールダンスを披露できるのを嬉しく思っています。しかも今日は一人でやるんじゃない、アシスタントも連れてきました。彼は俺と一緒にパフォーマンスします。皆さん大きな拍手を。誰？出た。皆さんこんにちは、アシスタントです。アシスタントがメインを食ってんじゃねえよ。この男、この男や。緑の体操着た男、止まれや。くそー、捕まえられるもんかよ。あ、逃げた。逃げたぞアシスタント。逃がすか。なに、あの人がケースを持った人だ。なに、早く追いかけましょう。